ラブリーズは韓国のガールズグループ、ウリームエンターテインメント所属。2014年11月12日、ファーストアルバム、ガールズ・インベージョンでデビュー。ウリームエンターテインメントからガールズグループとしてデビューする前に、実力派メンバーを一人ずつ披露するプロジェクトの一環として、ベイビーソルが2011年11月23日に、と2012年1月18日に、 で、2010年の KBS に TV のエキストラ出演とネットインフィニット私のお兄さんで芸能界デビューし、その後、ウリームエンターテインメントの練習生となったユジエが2013年4月24日に、デライトで、ジンが2013年11月8日に、で、3人がデジタルシングルで先行デビューした。ユジエのデビュー曲、デライトのミュージックビデオには、 B1A4 のバロが出演し、ジンのデビュー曲のミュージックビデオには、エクソのシウミンと女優、キム・ユジョンが出演して、話題を集めた。また、イミジュは2014年5月のインフィニット、ラスト、ロメオのミュージックビデオにヒロインとして出演。2014年10月6日、3年の準備期間を経て、ウリームエンターテインメントから、 初のガールズグループが8人組でデビューすることが告知され、デビューアルバムの収録曲のプロデュースをユンさんが担当したことで音楽的完成度を予告した。ありがとうございます。